きます。そうなの、オーブンで焼くね、焼けんの。甘いな。いや、バターやばそう。でも美味しかったよ。ボウルにタピオカミックスと水を入れる。これを飲むと思ったらしんどいです。ここでいかにこねるかでもちもちに関わってきますからね。じゃあもっちゃんはここをこだわってんだ。うん、知らんけどもっちゃんも手作りとか言ってなかった。うん、横浜で行ったあそこも手作りじゃなかった。うん、ちょびっとね、本当に2滴ぐらい、うん、あ、いいです誰誰4等分にしてまる、うん、4等分飛んだけど。もっちゃんの方はい、この道30年ええー、もっちゃんめちゃすごいやん。え、うまくない待ってこの見て、雨だから。確かにすごくない？プロやんマジで。うどんの職人やん。健康考え始めてる。でもそうだよ絶対。昨日作った方がコンディションとしては最高だった。だってジメってるからさ。マジでちょっと乾燥してる。おいえ、ダメ？何ダメ？もう輪ゴム。え？輪ゴム。硬すぎる。冷やしすぎた。ああ、そうか。え、絶対そうだ。うん。だってあれだ。今思えばお店の人さ。鍋から入れてるもん、直接。確かに。グツグツ鍋から。だ、ほんのちょっとでよかったのかな。その、粘りを取るだけの。うん。まあ、絶対。これもうまいけど。あったかいままでよかったんだ。なんなら。うん、ね、やんなくてもよかったの。やのさっき、うん、くっついちゃうとか言ってたけど、別にこんなもんで。だって冷やすって書いてあったでしょ。うん。
涼しいね。あ、新店長より早く見よう。最高なんだけど。冷静に考えておかしくない。なんでトデつけたの。知ってたってことやん。え、これ誰？あ、さっきのあの銀行尊い。やばいよ。マジやばいよ。これバラすっつってんだ。うん、なるほど、ね。そこ日陰。うん。完璧。暑い。あ、涼しくっさ、ニンニク。くっさ。
味しそう。ブラボー。ボンボヤジ。ボン。ボナセーラ。うま。おいしい？うん。うん。うん、確かに。味が引き締まったわ。すごいね。うん。すごい。すごい。すぐ作ってさ。うん。うまい。あの味じゃない。ん？おいしいけど。なんでこんなに寒いの？
と火力アップお願いします。どういう感じなんだろう。でも美味しいって見た。うん。普通に米田コーヒーです。それは小倉トースト。なんでちょっとパンの味する。そう確かに。すごい。なんで？パンの味。そうだ。ああ、そうだ。この一つ見てるか。パンだけなってるのが。